はい、正月に向けて門松作りを、はい、毎週やっていくということで、はい、第1回目ですね、はい、ありがとうございます。やっぱりこうね、このコロナ禍、新年をこう派手に祝ってもらうために、今まで以上にちょっと作ったことない、ちょっと大きい門松をみんなで作ろうと、協力し合ってですね、で、まあ、晴れやかな気持ちで新しい1年を迎えましょうと、心意気です。ありがとうございます。大きさ的にはどのぐらいのものを、今のところ8メーター、7メーター、8メーター、3メーター、想像ができないんですけど、大体どれぐらい、鳥居の大きさが上の下の下の下の鳥居の2段目2段目分か、1段目にかかるかかからないか、だいたい鳥居の高さで、いや、バカでかいです、バカでかい。あれ、だからまあまあ無理専用にできるところからやっていって、手間がかかりそう、労力がかかりそうやったり、また次の時に回してですね、とりあえず焦ってしてもしょうがないのを聞きました。あれ、だからどうしよう、絶賛募集中。そうです、リモリジで対応するので繋いでくれるでしょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こういうのあんの？わかんない、5メーターちょっとくらい。この何メーターだかな、が後ろに沿って、あの何も過ぎてない少し。どれで切るんですか？これです。何ですかね、 Z 層。これが切れるんですね。これ切れる、切られる、最高。これ新品やっけ。いや、僕は斜め切りしてみてろ、オッケーね。この日立のチェーンソーで対抗しますね。ちょっとどっちが早いかちょっと競争しましょうよ。どっちが早いか。いや、僕電動なんで余裕なんで、ちょっと先にいいですよ、初めて。塚崎さんは Z 層ですね。僕は電動チェーンソーですけど、はい、よし、いきますよ、よーい、スタート。終わった。もう終わりましたよ。いや、もう終わって、切り終わったって。もう切り終わってるって。え、マジっすか。うん、半分10秒です。マジ早いっすね。よこせよこせ。腰が痛いのに。腰が痛いのに。よいしょ、これで寸法貼って切ればいいですよね。まあ、何メートルですか。これで3メーター6。ここで落とさない。どこで今8メーターじゃん。あと1メーター。5メートル。5メートル。
僕らは連絡して砂場ちょうだいって思って、あと何本ですか？あと9本。9本。これ、1つ目。1つ分。新年をこう派手にやってやってやって。